よそじを目前に控えて心が寂しい、そう思ってペットショップに行ったけど、行ってよかった。どんな名前がいいだろうか。我が名はピエール・カルロ、異界の都にして星の賢者。めっちゃ喋った。ああ、いいね、ピーちゃんで。不服なんだろうか、ちょっと顔が怖くなった気がする。よし、ならば契約は成立だ。ピーちゃん、何これ。貴様に我の力の一部をくれてやる。これやばい。我がこの姿に生まれ変わるまで住んでいた世界、はい、ベイトリアムという町だ。なるほど、いわゆる異世界ってやつだ。では行くぞ。あなた、どこの異能力者？君は優秀だね、佐々木君。これはすごいですよ。使い方いかんによっては我々の生活に大きな影響を与えかねない。ご無沙汰しております、星の賢者様。一生懸命頑張らせてもらいます。お嬢様、皆様にご挨拶を。ごきげんよう。わしらの組織に興味はないかい？じゃあね、おじさん、おかえりなさい。異世界でのスローライフもただいまだんだんと始まってきたように感じるなんて考えていたけど。佐々木とピーちゃん、感じてる大切なもの